続きまして、東京都板橋区、東京家政大学附属女子高等学校です、えー。皆さんこんにちは。東京家政大学附属女子中学校高等学校の入試広報部長しております渡辺と申します、えー。本日はよろしくお願いしたいと思います。 まずはじめに、本校の様子、大学の付属でございますので、その付属と、まあ、女子校の魅力についてということでお話を申し上げます。本校は大学と同じキャンパスに位置しております。大学のキャンパスは東京都板橋区、それともう一つ、埼玉県の狭山市にございますけれども、この板橋区にあるキャンパスは、東京ドームが丸々2個入るとても大きなキャンパスとなっております。 東京23区内では、東京大学、そして早稲田大学に次いで3番目に広いキャンパスの中に、中学校、高等学校がそれぞれ位置しております。とても安全なキャンパスでございますので、こちらの方では大学生も今、対面授業が再開され、実習も再開されました。本大学は就職に強いということで、昭和女子大に続いて、全国でも2位のランキングを頂い,いております。 就職決定率は当たり前のように強いんですけれども、本校の本学園の特徴は、公務員に合格させるという、こういったような大きな特徴がございます。管理栄養士からすべて国家資格にも合格率が非常に高いというような大学になっております、はい。専門職に強いということで、実学主義の大学である、そして実学主義の大学の付属高校であるということになります。 先ほど申し上げました公務員試験につきましては、それぞれ教育系に関しましても、非常に強い合格率を持っております。小学校の先生の採用率も非常に高くなっておりますので、志をしっかり持ったそういった高校生、そして中学生、こういったような方々が在籍しております。はい、最近では東京加勢大学のランキンキグがが非常に高くなってきてきおりますが えー、61のところに東京家政大家政と書いてありますけれども、こちら、管理栄養士専攻になりますと、偏差値は67まで上がります、えー。明治大学と同じくらいの偏差値まで管理栄養士については上がっております。はい、そして、えー、大学にどういったような学校から入学してくるかということで、上位校をちょっと列挙させていただきました、えー、埼玉県内では熊谷女子高校がトップ、私立高校では星野、そして宿徳与野高校。 そしてて大宮海高高校校といいっったような高校が目立ってまいります、はい、東京都内では都立文京北園という進学校からの進学者が多くなっております。えー、非常に偏差値が高くなっていることの表れがこちらにも出ていると思います。はい、そうしましたら2022、2022年度、高校入試についてご案内申し上げます。はい、募集定員になりますが、特進クラスが60名、そして進学クラスが40名ということで、募集を開始しております。 日程につきましてはご覧のとおりになります、えー、詳しくはホームページをご覧ください、はい、推薦入試の内容です、えー、東京都内の私立でも推薦入試を行っております、えー、本校では7月25日の説明会から個別相談会を実施して、えー、この推薦入試の受験の許可を出してまいります、はい、推薦入試の基準になりますがこちらは内進展の基準になっております、えー、A 推薦つまり単眼推薦 B 推薦、こちらが併願推薦、都内では A 推薦、B 推薦という名称になりますけれども、単眼推薦、併願推薦、ともにございます。内身点の基準値は、オール4が大体目安になっておりますけれども、単眼の進学クラスになりますと、多少差があっても推薦入試の受験ができるということになります。 こちらには記載しておりませんけれども、埼玉県の皆様方には偏差値基準というのも設けてございますので、ぜひ説明会、個別相談会で確認をしてください。はい、そして加点内容です。えー、内申点および偏差値の基準値に足らなかったという制度さんにつきましては、このような内容で加点ポイントを設けております。えー、こちらにつきましては、ぜひ1学期、または前期通知表のコピー、または通知表そのもの、 そして各会場テスト、これは校長会テストも含めますけれども、成績の参考になる資料はぜひ、個別相談、説明会の方にお持ちになっていただければと思います。英検、官検、数検、これらの検定試験の3級以上の合格書もポイントになります。そして、解禁証ですけれども、3年生の1学期、または3か年解禁ということになりますと、中学校1年生、2年生の通知表もお持ちになっていただければ。 参加年会議賞につきましては、二ポイントというポイントがつきます。はい、そして、説明会・相談会について、ご話を申し上げます、えー。ミリ説明会というのがございます。えー、そして、学校説明会、そして部活動体験というのがございます。けれども、すべて予約制になっております。えー、近々では、七月の二十五日、えー、次の日曜日に説明会を実施しております。けれども。 予約が午前中が満員になりました、午後もすべて満員になってきておりますけれども、いくキャンセルが出ておりますので、もしご参加を希望される方がいましたら、ホームページから申し込みをいただければと思います。ちなみに、9月の説明会、ミニ説明会、こういった部活動体験につきましても、すでにもう予約が入っておりますので、他の私立高校を含めまして、皆様方、ぜひ予約をどん,どんどんどん取っていただくのが、 私立高校の説明会に参加できるポイントになりますので、えー、ホームページ、各学校さんも含めまして、ホームページから予約を取ってみてください。はい、えー、いろいろ申し上げましたけれども、今大事なことはということで、私たちの学校では説明会の前に1時間ほど、成績アップ講座というのを行っております。 はい、まずは成績アップ講座の前に、女子校の魅力ということで、えー、東京都内にも多くの女子校がございます、埼玉県内にもございますけれども、まあ、男の子がいないという、これは当たり前のことなんですけれども、本校を目指してくる生徒は、男の子がいないから来ました、えー、授業に集中できる、そして学力もアップできる、そして積極性がしっかりと表すことができる、えー、こういったようなことがまず志として持ってきます、えー、行動が早くなります。 男の子がいない分だけすべての仕事、すべての作業につきましては、女子が行いますので、本校では自主自立という教育の方針を持っておりますので、見学の精神、この言葉の通り、しっかりと自分をコントロールしながら、自分のことは自分で、そして他人のことをしっかり面倒を見るというような実践を行っておりますので、たくましさが増してきます。そして心地よいといいととうことですトラブル等はございません えそれぞれ志を持っておりますので、他人の邪魔をするような暇は、本校の生徒にはないんです、そういったような子どもたちが集まっているという学校でございますので、一度認識をしていただければと思います。はい、会場テストの点数の取り方、特に北新テスト、を埼玉県の方々、受けられていると思いますけれども、国語につきましては、私は5番から解きましょうというお話をしています、つまり作文です。 えー、昨年の問題から2段落というような条件になってまいりました、字数も減りました、したがって、拝点も減りましたけれども、一番拝点が高いんです、えー。グラフや表が見て、出て、それを見て説明したら減点です。グラフ表をしっかり見て、自分の思ったことを結論として最初に書き、その後説明してください。はい、5番から2番の漢字に行きます、漢字だけです。そして4番の古文に行き、読観問題を解きましょう。 読解問題の答えはすべて本文の中にありますので、約2500文字ぐらいの題文が2つ出てますから、しっかりと文章を最後まで読もうということよりも、統一からしっかりとした読解問題、作者の言葉に基づいた回答を探すということを心がけてみてください。はい、数学です。えー、一時関数につまずいている中3生が多いんですけれども、えー、11月まで、10月の北新までは、えー、一時関数、正面問題が必ず出ます、そして計算問題が出ます。 11月以降は2次関数の問題が出ます。従いまして、1次関数の復習を夏休みにしっかりしておきましょう。計算問題、得点源になりますが、作図、平面図形の証明、そして関数の証明、必ず作図、今言った大きな回答欄がある3つ、すべて回答を書いて空欄で出すのはやめましょう。部分点がもらえるんです、作図に自信がなければ3パターンぐらい書いてみてください。 こういったような工夫をしながらとにかく一点でも多く取り偏差値を取っていくということはとても大切なことですはい、続きまして英語ですリスニングが得点源になります一番のリスニング一回目の放送ですぐ問題を解かずにしっかり問題を読みましょうそして二回目の放送でしっかり解く一回目の放送途中で問題が読み終わりましたら例えば三番あたりから解き始めるのはいいと思いますそしてリスニングが終わったら五番の英作文です 英作文というのは定期試験、そして入試、すべての配点が高いんです。従って、英作文の学習を夏休みにしっかりすることが大事です。英作文の問題、単語の並び替え、そして電池子の問題、夏休みにしっかりやることによって、英語力がアップ、そしてすべての英語のテストの得点力がアップします。ちなみに、リスニングと英作文に出る単語軸語は、英文和訳より簡単です。 はい、リスニングにつきましては、すべてのテスト、入試もそうですけれども、満点取ることを心がけましょう。社会科です。覚えるのが苦手だという生徒さんがたくさんいます。社会の学習については、地理歴史、これを中心にしっかり夏休み、復習しましょう。地理の学習につきましては、必ず地域図、これは出ます。地図記号、等校線、距離、方位、こういったようなことの求め方の練習しておきましょう。そして地形です え必ずヨーロッパ州、アジア州、北アメリカ州、そして南アメリカ州、意外とオーストラリア州、アフリカ州はあまり出ません。オーストラリアの大陸の地形図というのはあまり出ませんが、北アメリカ、そしてアジア、ヨーロッパ、こういったようなところは出てきます。さあ、世界で一番長い山脈はアンデス山脈、じゃあ日本ではということで、大う山脈になります。えー、日本と世界の地形をそれぞれ共通しながら覚えていくのは大事ですので、ポイントとして覚えてください。 そして大事なところは気候です、えー、5つの気候帯に10の気候がございますけれども、10の気候とそれに当てはまる国、その国の特徴、これを覚えましょう。例えば、熱帯雨林気候でしたらインドネシア、えー、サバナ気候でしたらタイ、えー、この2つ、高床住居というのがありますが、それぞれ用途が違います、そして主食、同じお米でも、2作で作っている地域があります。 じゃあ、日本ではどうでしょうかということで、熱帯雨林といったら沖縄県の一部、そして地中海性気候といったらスペイン、そして南フランス、イタリア等ございます。日本でいったら瀬戸内海の気候になります。同じ産物が作られているわけです。したがって、気候を10の気候と国の特徴、そして日本に当てはまるところはしっかり覚える。先ほど申し上げました高いか住居につきましては、亜寒帯気候にもございます。3つの高いか住居はすべて用途が違うということです。 こういったようなところで覚えましょう。そして歴史です、えー。原始古代から平安、鎌倉から江戸、そして明治から第二次世界大戦前まで、そして第二次世界大戦後、4つに区切って、その区切ったところをしっかり覚えていくという学習をしましょう。えー、これによって、えー、歴史がしっかりと学ぶ、しっかりと問題と答えを得ることによって点数が取れることになります。 こういった工夫をすることによって、社会科の不得意の、または点数が取れないのという解決ができると思いますので、実践してみてください,、はい。理科です。ご教科の中で一番試験範囲が短いということを覚えてください。えー、そして、えー、入試も、北進テストも、公的テストも、中1、中2生の復習が90%です。県立高校の入試も90%が、中1、中2の復習です。中3生で習う細胞分裂やイオンは10、10%の取材率になります。そして、えー、会場テスト等につきましては、 10月、11月以降でなければ、この中3生で習う項目は出ませんので、夏休みしっかりと中1、中2の復習、こちらに書きました地層、地震や地層、そして岩石、天気、動植物の世界、そして水溶液、えー、こういったようなポイント書きましたけれども、こういったようなところをしっかりと学んでおきましょう。理科はほとんどが覚える勉強です。えー、中学校1、2年生のテキストを使いながら、夏休みにしっかり理科の実力をつけてください。 はい、学習方法をまとめます。えー、中学校学習塾に、学習塾に行かれている方は、もうとにかく中学校とともに授業を大切にしてください。授業で勉強することが大事です。そして、覚える勉強というのが何かというところです。覚える勉強は寝る前まで有効ですが、考える勉強は寝る1時間前までにしておきましょう。こういったような学習のやり方、しっかり整える必要があります。机の上はきれいでしょうか。机の上が汚いと、寝ることができません。 眠くなったら寝るんです、机の上で15分寝て、そしてゲームをして、頭を15分ぐらい冷まして、目覚まして、再度学習をしてください、えー。夏休みについても生活の我慢が大事、そして、えー、定期試験についても生活の我慢は大事なんです、えー、そういったことを繰り返しながら、しっかりと学力を高めてほしいと思います。ある中中学学校校の生徒ささん、私は中学校で講演もも、せてていいただいてますけれども それぞれ我慢があります、2週間前になったら試験,が発表試験範囲が発表になるので、スマホはいじらない、えー、覚えることがしっかりたくさんあるので、机の絵を整理してしっかり覚える、えー、とにかく計画性を立てて、しっかり点数を取るという、これが中学校3年生の行っていることです、さあ、成績を伸ばしていこうと思っている皆さん、実践してみましょう、IC さんにつきましては、友達との携帯電話を我慢する、お互いに我慢することが大事だと思います。 学習に集中し、1学期の通知表は渡されました、もし2学期、もう少し頑張らなければならないということであれば、2学期の頑張りの目標をしっかりと立てましょう。はい、ポジティブロード作りませんかということを最後に書きました。えー、頑張ってきた、えー、褒められた、いろんなことがあると思いますけれども、自分の一冊を作ってください。 私は褒められたことを書きましょう、そして自分で頑張ったことを書きましょう、そしてできなかった問題ができたら、その問題と答えを書きましょう、こういったような1冊のノートを書き留めてください、111ページでです、それを入手の本番に持ってって、入手の本番で読んでください、入手本番に弱いというふうに自分でも思っている方、 どうしても本番で力が発揮できないという方、過去問題集持っていく必要はございません。こういったようなポジティブなことをしっかりと書き留めたノート、読み返してください。実際にこういったようなことを行いながら、入手でしっかりと点数を取った生徒さんが多くいます。はいえー、本校の特徴をもう一度申し上げますが、本校は埼京線十条駅から歩いて5分になります。本校で一番多く在籍しているのがさいたま市の方々です。 次、えー、いで板橋区、北区というふうになりますけれども、埼玉県の方々、なんと本校の高校では約7割在籍しております。えー、遠くは神奈川県の方そして千葉県の方そして茨城県からも通っている生徒はいるんです。大学の付属であるということ、女子校であるということ、そしてキャンパスが広いということの大きな利点、そして全員が大学を目指しているという、志を強く持っている女子の生徒が集まっていると。 いうところの特徴、えー、学園の140周年を今年迎えますけれども、えー、伝統ある、そして落ち着きのある、そして穏やかな生徒たちの集まる、えー、在学生は言います、スカートを短く履いたり、髪の毛染めたり、耳にちょっと穴開けちゃったりする生徒は、私たちには必要ありませんと、はっきりと言ってまいりますので、えー、そういったようなことにつきましては、説明会でも入試でもチェックしておりますので、皆さん、気をつけてください。 はいえー、大学のランキングにつきましては、先ほど申し上げました、えー、大学のランクが上がっている、ですから、付属はとても有利であるということになると思います、はい。国家試験の合格率も強い、結婚をしてください、そしてお子さんを作ってください、そして家庭を作って,くて、えー、いただいて、えー、ずっと働いてくださいというようなお話を申し上げていきます。えー、これをしっかりと受け止めた生徒が、将来もしっかりと活躍をするということになっておりますので、よろしくお願いします。 はいえー、いろんな設備もございます、はい。最後に申し上げますが、先ほど言いました学習方法、繰り返ししっかりとやっていくということが大事ですけれども、ぜひ本校の説明会に訪れてください、えー、もう一度、私の方から皆様方にも、成績のアップの仕方をお伝えしたいと思います。偏差値も上がる、内申点も上がる、こういった生徒が毎年出てますので、皆さんがまた頑張ってまいりましょう。